天寧寺は、秋田県仙北市角野岳町上新町に所在する、総当州の寺院。三号は一万松山、本尊は釈迦如来。現在福島県藍津若松市に所在する、天寧寺は、文安四年に、足の森信が、大間行家禅寺南英賢州のために、道の区国会津黒川東山に開いたと言われる。環状解散は、すぐる道のお勝値であった。 かつては、会津総統州の総六史を兼ね、松寺三十三家、寺、総道十二を数えたとされる。足名家中高の英主とされ、会津に大勢力を築いた足名ナ森氏が、税に百貫分を寄進した記録があり、最盛期には、雲水千名を要する足名氏の菩提寺であった。天正十四年、足名家亀尾丸の死によって、足名氏は、血統が途絶え、 だてと佐竹氏の争いとなったが、結局は佐竹義重の次男義博が後を継いだ。義博は、当初道のく国白河の白川祐希氏を継いで、ゆう義博あるいは白川義博と称していたが、天正十五年に足名森高の娘と結婚して、正式に足名家を継ぎ足名義博を名乗った。義博は、天正十七年のすり。 上原の戦いの敗北により米沢の建て、正宗によって、会津黒川を追われ、会津天寧寺もこの戦いで一時消防している。当時の遺構として残っているのは、本堂の祖先のみである。なお、京都の天寧寺は、当時の住職昭和幕森吉がこの戦いで、合図を追われて、京都に避難した際に、本尊を安置するために仮に建てた。 仏道が、合図での最高後も門人に継承されたものである。したがって、合図、角野立、京都の三カ所に、同盟の一万松山天寧寺が存在することになる。合図を追われた、足名義ヨは、実刑、佐竹義信を頼って、日立国に逃れ、その後、豊臣秀吉から日立江戸崎四万五千国を与えられ、なお、足名森重と改めた。なお合図は、 伊達政宗には与えられず、秀吉は、廃家のガモウ・里を封じた。ウ里の死後は、上杉景勝を、越後国より家像の上転覆した。関ヶ原の戦いでは、佐竹氏が、西軍に加担したため慶長7年、徳川家康の命により国替となり、父義重、兄義信と共に、出羽国は北領入りして1万6000国を与えられた。森重はなお、 ア名義勝と改め、現那年間に、出羽国船牧軍角野建を居住地に定めた。角野建に随従したア名家家臣は、総勢200名程度であり、河原田や岩橋や青柳や稲葉家などが知られている。なお、青柳や岩橋や河原田家は佐竹北家に有分を、ホッケに飯抱えられ、その屋敷は武家町の 千国四角野立伝統的建造物群保存地区の一角に現存している。源那六年、吉勝は今日、古城山と呼ばれる残旧に城管を築き、城下町を北の神代本町から南の省略に移し、現代の角野立城下町の基礎となる町割りを行った。この時、旧地藍津若松の一万松山天寧寺を本寺として、 その三号と人号をそのまま譲り受けることとなり、官営の始め、阿名義勝を回帰とし、義勝の木へ厚い横手ての将平寺七世、鉄心海牛を中高海散に招いて、城下東方の花場山の麓に創建した。寺寮は九十四石。秋田市松原の札寺及び、湯沢市山田の最前寺と並び秋田財産家寺の一と称された名刹であった。 中高海山である、鉄心海牛は、官営8年に死去した、足名義勝の総霊の同志を務めた後、本寺である、ア津天明寺、さらには、関東在三家寺の一である下谷国下津賀郡の大中寺へと承認したが、晩年は不遇となって故郷へ戻り、秋田寮平賀郡赤坂村の安養院で91歳の生涯を閉じている。 鉄心は新天竜創術の奥旨を編集したことでも知られ、この流派は横手の武芸家加藤の家に伝えられた。天寧寺は秋田藩仙北軍北部に松寺八家寺を改装した。法厚無三万福寺、天寧寺十二世達山鈍海八火山安楽寺、天寧寺十三世松南館小松尾三玉林寺、道上校、田山福寿院。 道場昭王三流仙寺、天寧寺十四世福井はドンジュガンユ東林寺、道場聖保三東源寺、道場旧グイス山種造院、道場ア名義勝は、寛永八年六月に亡くなるが、この時義勝には、死死がなく、側室安政院がその四ヶ月後に男子を産んだため、過労死て断絶は避けられた。しかし、この森都市も慶安四年にわずか二十歳で、亡くなってしまう。 この時、足なけ最高の望みが立たれたとして、家臣、岩橋又右衛門、宮崎主伝助及び森戸氏の草り取りが巡視している。森戸氏氏を一歳の客男千鶴丸が家督を継ぐが、千鶴丸も女王二年天寧寺に参経にした折、縁側から敷石に転落死してしまった。千鶴丸はこの時わずか3歳で、後継者もなく、 名門、足名氏はここに完全に断絶した。足名家に代わって、角の盾に入部したのは、佐竹北家であった。明暦二年、仙北郡長野村紫等に配されていた北家の佐竹義親が三千六百国で、角の盾に封じられた。佐竹北家の母大書は、仙北市角の盾町最小学町に所在する、久米山上皇院である。会期を失った、天寧寺はこの後、 地域住民によって維持されていった。かつては、伝令寺門前にあったが、1970年代に、境内に移された。ありがとうございます。